新「グリーンズフリー」きたきた。おや、菅野さん、もしかして今日は。うなぎ。となるとお茶もいいけど、せっかくだから嬉しくなっちゃいますか。ノンアルですよね。おいしい。毎日をちょっと特別にするノンアル、日本初で売れてます、新「グリーンズフリー」最高。